作戦区域内に敵重要目標を確認した。戦闘開始する。はい、皆さんこんにちは、カタリユーミのカタリです。カッコカリジオなんかなくたってガンダムオンラインやっていきたいと思います。今回ですね、舞台イベントになっております。で、一緒に行っていただくのは48693、48693、タホドラキーさん、あと高町菜の葉量産型さんですね。あ、もしかして落ちちゃった。あ、大丈夫だよね、になっております。3人ですね。で、それぞれね、48693は483、3はあの数字の3じゃなくてね。で、高町菜の葉さんは菜の葉さん、タホドラキーさんはタホさんと呼ばせていただきます。指揮官から指示が届いて、さあ行くぜ。道軍です。そういえば道軍、道軍超久しぶりですね。道軍はジオンのが多いとは、なんとなく聞いてましたけども、で、マップは北極基地で、バトルエリアがない北極基地ですね。指揮官から指示が届いている。しまった、そういえばみんな撃つのすっかり忘れてたんでぶっちぎってきちゃった。483来ましたね。483来ました。何やってる。おお、でけえわね。483、志摩さんですね。ちょっと多いな。4人来てますね。危ないかな、大丈夫でしょうか。岩木さん来て、菜の葉さんも来ましたね。うわ、切れんのあれ。出るんですか。タオさんも来ましたね。皆さんが映るかどうかは分かりません。皆さんが映るかどうかは分かりませんが、やっていきたいかな。こっち行きたいな。もう一回で、誰も映んないじゃないか、こうね。勝手気ままにやってますけど。ありがとうさんでございます。オッケー、すぐせ、いいですね。またプスったぞ。みんなあっちかな。このそばに誰かいる。菜の葉さんいました。お、やべ、どこだ、攻撃っすか。ありがとう。
あら、さすがに目立ちすぎました。さて、あとは、お、直せる？マジで？マジで？ありがとう。おお、あれか、これだよね、今避けなかったからな。さて皆さんどの辺、この辺にいる？48さんいました。あとあれはタオさんかな、4番レーダーを気に入ってますね。使えなくないのか、ああいう銃の使い方は。知ってもうたわ。あ、誰かいた。タオさんいましたね。よし、行きましょう。微妙に負けてるな。やべ、爆撃、何も見えないところにやられちったよ。順がやばくないか。今回は順とか関係なく、撮影なのでね、動画の方は出したいと思う。たとえ私がビリでも出します。そっちじゃないよ、ひどくないか。ひどいだろ、いくらなんでも。やっぱあれだよね、あの設置物にロックオンが当たるのは勘弁してほしいですよね。設置物にロックオン当たる必要ないもんね。直せる人いないっすかね。だ、当たんなかっただと、まあ、この前に当てなきゃまずい。やばいやばい。お、ありがとう。ありがとう。ありがとうな。ありがとうな。補給艦の誘導頼む。よし、行くぞ。ヨハンチさんいましたね。さあ行きましょう。指揮官から指示が届いているぞ。ダメだ、ダメっすね、負けてますね、数で負けてるな。皆さんこの辺にいる。自分拠点が攻撃されている。ジュアックか。拠点を攻撃されてるね。ウッソ当たんのかよ。立てはげたんだけど。あれひで、あーしか、今もったいないことしちゃったな。どうすっかな。とりあえずここにいるからここ行くか。ここへ行きたいとこではあるな。指揮官から指示が届いているぞ。結構砲撃がすごいんだけど、あれそういえばチャット全然出てないじゃん。
すぎなんじゃないですか。めちゃめちゃ目が割れてんだけど、こうなったな。で攻撃だらけですね。あれと本気多いのかな。出撃する機体を選ぶが、自分補給艦ビーコンが設置された。出撃する地点を決めるのか。厳しいな。指示が届いているぞ。倒したね、そっちは。うっそ、当たっちゃうわけ。いやー、やられたな、そう。期待がないよ。期待がない。どうすっかな、みんなどこにいる。それぞれどっかにいるな。どうしよう、どうにもなんないですね。指揮官から指示が届いているぞ。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復した。これ通れないの。これ通れないですか。自分補給艦ビーコンが破壊された。まあ行きましょう。これもう行くしかないよね、ここまで来たら。敵補給艦ビーコンが破壊した。うわ、そっちも来てるから。自分補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導頼む。うっそ。ちょっと。事故りすぎだな、なんか。ぼーっとしすぎ。みんなどこにいるかな。いないね。ちょっとどうにもなんないな。どうしよう。ラノアさん、ここにいる。あ、ドライセンじゃん。トライセンね、持ってるんですよ。ただどこでね、使っていいかわからなくて、そのまま使ってないです。それじゃ出せないよって話ですよね。敵補給艦ビーコンを破壊した。まあ失敗した。ダメだ。とりあえず倒したけどって感じだね。さあ思いっきりと思ったけど、いやきついな。2位取ったけどどうするかね。自分補給艦ビーコンが破壊された。自分補給艦ビーコンが。さてどうする。補給艦の誘導艦。さてと。自分
補給艦が誘導地点に到着した。自分拠点が攻撃されている。うっそ、相変わらずですね、このテトラ。いやーすごい差になってきたな。さてどうするかな。作戦時間が残り5分を切った。そうだ、こういくしかない。出るとこがないですね。前で自分補給艦ビーコンが破壊された。敵補給艦ビーコンを破壊した。下にいっぱいだな。くそいやーひどいな。この一撃を当てられないんじゃしょうがないな。どうすっかな。そういえばこれ負けると盛ん落ちですね。盛ん落ちだよこんなの。もう全然勝てないです。これやばい。こいつに負けちゃうのまずいんじゃないのか。こいつに負けちゃうのまずいんじゃないのか。負けてもうたわ。そりゃ勝てないよな。無人で負けちゃうんだもん。よもう。失ったぞ。まあ爆撃はやばい。負けるわこれ。戦い方が悪いんだな。ちょうど菜の花さんつけた。やられちゃうところ。おお、まったなこれ。こうちょっと。どっか行ったよねその辺に。よし、タオさんいたね。ありがとう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 。結構道具きついですね。ああビリビリしちゃってるよ。よいしょ、死にかけてるよ。なあ、くそ、なんだこの色。
白か、たまたまここが黄色だから黄色に見えるのか、何が出てきたのか分かんなかった今。招待武勲リボンを取りました。160ポイントしか取ってないの。すごい、もうビリを争ってるじゃないですか、招待で。まずいっすね。自分拠点の耐久値が残り 10% を切った。終わっちゃった。いやーきつかったですね。きついわ。皆さん映ったでしょうか。おし、一個順位上げたぞ皆さん映ったでしょうか。順位はね特には読み上げませんけども、道具久々ですね。まあ突力で完全に負けてるかな。 KD では勝ってましたね。個人の評価、ほら坂落ちしたよ。しかもいきなり真ん中という。まあいったね。3つか、寂しいな。まああと 1,2 本ね取っていきたいと思ってます。ということで今回は、この後皆さん顔映るかな。はい、48さんと菜の葉さんと田穂さんと3人一緒に、4人でね舞台イベントの方をやっております。撮影イベントやっております。あと 1,2 回撮っていきたいと思います。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。